舞台積み男と罰男で森秀夫を演じます松島翔太です。心境としてはそうですね、丸尾さんと前回、朗読劇で、指導していただいて演出していただいたんですけれども、その時は3日間で本当少ない時間の中で演出してもらって、ちょっと物足りなさがあったので、今回はがっつりのもう芝居をできるということで、非常にそれが楽しみで、あと渡辺修、共演する渡辺修とは本当に出会ってもう10年近く経っていて、ただ10年経ってるのにがっつり芝居をしたことはなくて、今回しかも2人で真逆のキャラクターを演じるということで、お互いぶつかり合って切磋琢磨してやれるっていうことが今からもうすでにワクワクしております。作品はそうですね、なんかもう何回かラジオドラマの原作となるって言っていいのかな、ラジオドラマの演目脚本を読ませていただいたんですけれども、なんか何度読んでも寂しさと人恋しさを覚えるというか、人間の汚さだったりとかエグさだったりとか描かれつつ、また逆に人間の優しさとかあったかさとか描かれて、これはもう間違いなく感情の吐き出し、そしてぶつかり合い、これは大変な舞台になるなと、いい意味でそう思いました。で、演じるキャラクターの秀夫ですけれども、松島翔太、僕としては真逆のキャラクターで、も簡単に言えばクズ、自分さえ良ければいいような男で、それと渡辺修演じる竹雄と出会い、変わっていくっていう簡単なお話なんですけれども、3月東京と大阪、寒い中暑い芝居になると思います。今すごいこんな格好してますけれども、多分おそらく日常的な普通の格好で、ただ、すごく暑い芝居になると思いますので、必死に渡辺修とともにキャスト、スタッフ、みんなで力を合わせて素晴らしい作品にしますので、ぜひ劇場に